便利なものがあったのかっていうね。本当にもうこれは便利やの、うん、でどん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 使い始めて今はですね、正直言って普通のところ増えすぎちゃってですね。もしワークフローがなかったら全てこう電話で確認したりとかファックスで添付資料をつけたりとかするようになりますので、その辺が上がるんだと一度に資料をつけて送ったりとかもできますので、はい、ないと、はい、全ての仕事が今できないから。多い時ですと1日に20件とか30件の情報が入ってきますので、事業予算の申請だったりとか人事規案もしくは更新申請だったりとか全てにおいてワークフローのことがあるのを使わせていただいています。被災地に向けての救援物資だったりとか、あとは被災地の状況であったりとかっていうのを今回ガルンを使ってみましてですね、掲示板であるとか、メッセージとかで、全国で共有できましたので、本社の方には毎日その震災当時は、朝前日までの状況を全部集約かけて、各部署をそれから各現場を、例えば九州から、このルートを通ってガソリンが足りないとか何が足りないとかいうのを、指示を出してですね、現地に持っていくとか、いろんなそういう情報共有ができましたので、全社的にですね、被災地をカバーしようというところで、非常に活用できたなと思います。